これよりソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ17神奈川ジャパンレディースのファイナルマッチを行います。それでは両プロの入場です。まずは鈴木みくるプロ、続いて西口さゆりプロ、両プロによりますジャパンレディースファイナルマッチとなります。盛大な拍手をお送りください。
ウィナー鈴木みくる。ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ17神奈川ジャパンレディース優勝鈴木みくるプロでした。おめでとうございます。優勝おめでとうございますありがとうございます。朝からはまあ、いつも通りかなぐらいだったんですけれども、やっぱり今日最終レグにちょっと気負ってしまった部分もあって、本当に毎回優勝は目指しているんですけども、実際は結構難しかったりとか、途中でちょっとやばいかもって思う試合もあったりして、なんとかここまで来れてるので最後までやりきりたいなと思ってます。本当に 毎試合一戦一戦が、区切りとして私の中ではあって、前回優勝したからとか、ずっと連勝してるからとかはもう本当に考えないように、一試合一試合できることを最後までやりたいなと思ってます。本当に横浜ということでたくさんの方が残ってくれて、本当に試合はすごい数の応援が聞こえてきました。今日はどうもありがとうございました。おめでとうございます。ジャパンレディース優勝鈴木みくるプロでした。これよりソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ17神奈川ジャパンのファイナルマッチを行います。両プロの入場です。まずは榎熊秀一プロ。続いて酒井祐樹プロ。両プロによりますジャパンファイナルマッチとなります。今一度盛大な拍手を送りください。
ソフトダーツプロフェッショナルツアージャパンステージ17神奈川ジャパン優勝江戸熊秀一プロでした。広島に続き神奈川も優勝ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。
2連覇ということですが、ご自身の今のお気持ちをお聞かせください。いやー、緊張しましたね緊張してないふりしてました、なるべく、はい、まあ最後18カット決まったところが一番、まあそこで乗れたのは正直あると思います、はい、いや2連覇できるとは思ってなかったんですけど、まあしたいとは思ってたんですけど、まあ、こうなったら3連覇を目指して、まあ、スーパーダーツ来年度に向けて、いい勢いでいけるように頑張っていきます。応援お願いします。おめでとうございました。ジャパン神奈川優勝、江戸熊周一プロでした。